蝶徳の変とは、蝶徳元年四月十日の藤原道隆の死後、弟の藤原の道長が内乱の戦時を得た後に起きた聖変、道隆の一族、中間白家が排斥される結果となった、加算の隠党乱事件とも、蝶徳二年頃、道隆の意地である、藤原コレチ家が通っていた、古代城大臣、藤原溜光の娘3の君と同じ屋敷に住む四の君に、 花山法王が通い出したところ、それを、これ地下は、自分の相手の三の君に通っているのだと誤解し、弟の高家に相談する。高家は、長徳2年1月16日、従者の武士を連れて、法王の一行を襲い、法王の衣の袖を弓で射抜く。花山法王は出家の身での女が酔いが露見する、体裁の悪さと恐怖のあまり口をつぐんで閉じこもって、いたが、 この事件の噂が広がり、これを、性敵の藤原の道長に利用される形となり、まず高い家が4月に、出雲群森に左遷された。これ地下は直命によるもの以外は禁止されている、充実である大元水法を密かに言ったとして、太罪言の措置に左遷された。どちらも、実質的な配慮である。その他中間白化に連なる面々は連座して処断され、 また指定であった一条天皇中宮の定子の落職の永遠ともなった。翌年から数年後には許され、都に戻されているが、以降において、これ地から中間白化が同長に政治的に勝つことはなかった。長徳の偏の黒幕と収目の一致するところであった、同長は、後年、鴨眉毛のついでにわざわざ、高い絵を招いて同社させ、その弁明に努めている。なお、 藤原原氏は後に、加山の院の死後、藤原道長のめかけとなり解任するが、出産時に死亡している。正月による。朝徳の変より150年後に発生した、方言の乱を描いた、方言物語には、死罪の復活が論じられた際に、佐賀天皇によって死罪が停止された後、法家がこれ地下の死罪を検問したにもかかわらず罪一等を、 減ぜられて、流罪となったことで、死罪は久しく耐えたと記されており、当時において、平安時代を通じて、長く続いた、死刑の停止がクスコの変と朝徳の変の二段階を、経て確立されたと認識されていた、とする指摘もある。ありがとうございます。